今日は台風明けの週末なので混雑していると思ったので早めに移動。11時40分古巣へ到着。意外にも車が少なくスペースがある。東側に HU さんがいるので翔花を訪ねる。 HU さん、お前ら遅いから可愛い女の子を先にゲットしに来たったで。ええ女捕まえたらとっとと帰るではいけない。このままだとタチウオを持っていかれてしまう。西側にスペースがあったので西側に腰を下ろして釣り始める。当たりはそこまでないけど結構釣り上がる。右手の人上手で結構釣り上げてた。負けじと頑張るもお互い当たりなくなってしまう。些細な会話を交わしつつ時間が経過するとアンパンマン号じゃなかったダイヤ記号がやってきた。この地域のタチウオキングなので周りもざわつく。そうこうしてたらダイヤキさんがこっちにスペースあるでって言うんでそっちへ移動する。すると知った顔ばかり見た。DG さん、HR さん、TK マン、自分の順番で並んだ。自分以外はみんなやり手のタチウオキラーだ。周りからはタチウオ殺し、人生型なかり、ネスサーベルフィッシュ、平成のタチウオ一本釣り、ネスザタチウオ、おっぱい大好きクラブ、ローションプレインズ、徳島 F カップ愛好会、美少年キラーと、いろいろな呼び名で呼ばれる強者たちだ。侮れない。それはそうと、HU さんはすでに帰宅したらしい。可愛い女の子を先にお持ち帰りしたのか。翔花は聞いていないが、美味しいところだけをお持ち帰りしたらしい。以前にも言ったが、HU さんがいなくなるとタチウオがいなくなる説が今回も当たってしまう。本当に当たりがなくみんな閑古鳥。 DG さんに至っては東へどんどん場所移動していく始末。 HR さんはいつもの仮眠モード、自分もあくびばかりしてた。今回は当たりがあれば結構な確率で釣り上がってたので当たりさえ見つければそこそこ釣れた。まあその当たりがないんで困ってるわけだけど、例えると男5人女1人の合コン状態、もう誰でもいいんで来てくださいみたいな。4時から5時、ちまちま当たりがあった。ただし5時くらいからまばらになり、当たりがある時間とない時間が交互に来る。どっちみち連続では釣れなかった。それと今回はサバが入ってるんで自分は7匹釣り上げた餌を持っていかれるので今日は1箱使い切ってしまった。ワイはサバ名人の称号を得た。サババ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 バ最終的に27匹。ただし、サイズ F3 の率は、今まででは最高に多かった。これからが面白いサイズ釣りの季節であろう。今回知り合いばかり見てたので、周りはどうだったか不明。ウキンガーは西側に集まってたけどどうなんだろう。最後みんなでお疲れ会してたら AH さんが来た。HU さんの古巣は結構良かったらしい。明日はどっちに行こうか悩む。親父の知り合い曰く、沖合でもいいサイズのタチウオが結構上がってるらしい。これらが入ってくればワンチャンあるかもね。